ゴールドシチー、ゴールドシ7位、1984年4月16日から1990年5月2日とは、日本の競争馬である。1986年に、阪神三歳ステークスを制し、同年度の優秀賞最優秀三歳母馬に選出。翌1987年のクラシック三冠競争では、初戦のサツキ賞と最終戦の喫下賞で、 それぞれに着という成績を残した。判定、イフテイに、k 応杯オータムハンデキャップ、1996年の勝利場クラウンシチーがいる。バレーは日本で2000年以前に使用された数え年で表記する。1984年4月16日、北海道紋別町の田中茂国牧場に生まれる。本馬の出生から13日後に死亡する。 七バイスリーガルの特徴を受け継ぎ、幼い頃から金色の縦紙等を持つおばなクリであった。工場隊の持ち主であり、いかにも走りそうな気配を漂わせていた馬主、田中主芸国が性格的にもバイスリーガルに似て非常に気象が激しかった。その金髪からゴールドシチーと命名され、競争年齢の3歳に達した1986年春。 滋賀県立東トレーニングセンターに旧車を開業したばかりだった清水いずるびの管理場となる。清水は第一印象について、この馬はものすごくいい成績を残すか、すぐに終わってしまうか、どっちかだと思った。気象の荒い面がいい方に出るか、悪く出るかで、この子の一生が決まるな、なんて漠然と思ったと述べている。また、入球に際して、あまり走らないようなら、 ディズニーランドにでも寄付して乗馬にしようという話もあったという。6月15日、札幌開催の新馬戦でデビュー。ホンダ U を安定に3番人気の評価だったが、スタートで出遅れて後方からのレースとなり、直線追い込むも5着に終わった。自走の2着を経て、3戦目で初勝利を挙げる。7月末には、札幌3歳ステークスで重賞に初出走。 パドックから激しくじれ込む様子を見せていたが、レースでは後方から追い込んで2着となった。ホンダはこの競争を振り返り、結果は2着でも勝負強いところを教えてくれたし、乗り方次第ではもっと上の連中と戦ってもいいところまで行くんじゃないかと、これから先が楽しみになったと述べている。9月にオープン競争のコスモス賞で2勝目を挙げ、12月14日に、 関西の山菜王者戦、阪神山菜ステークスに出走。当日は3番人気であった。発走前からホンダが振り落とされないようにするのがやっとという状態でスタートが切られるとスローペースにこらえかねて先へ行きたがる様子を見せた。最終コーナーで先頭に立ち完全に抜け出してからは馬が気を抜いて失速しかけたが後続の2頭に並びかけられると再び伸び。 三頭横一戦で入戦。写真判定の結果、二着三金派宛てに、頭差でゴールド七位が優勝を果たした。また、騎手、調教師、馬手、生産牧場いずれについても、これが初めての GI 制覇となった。当年はこれでシーズンを終え、翌年のクラシック戦線に向け休養に入る。年度表彰の三歳馬部門では、票が割れた中、 関東の3歳王者メリーナイス、朝日杯3歳ステークスで同馬に敗れたものの、重賞2賞を挙げた北斗ヘリオスに次ぐ3番目の得票数だったが、東西の比較材料が乏しく1等に絞ることは難しいとの理由で、最優秀3歳ボバにメリーナイスと同時選出された。1987年は、スプリングステークス、サツキショートライアルから始動。この競争には、 メリーナイスも出走していたが、一番人気に支持されたのは高素出馬との評があったマティリアルであった。ゴールドシチーはパドックにおいてファンの間から失笑が漏れるほど激しくじれ込み、レースでは道中で最高峰の位置から全馬を抜き去って、勝利したマティリアルから0.6秒差の6着となった。4月19日に迎えたサツキ賞は20頭の出走馬の内関西馬は、 ゴールドシチーのみという1955年以来の珍しい構成となった。マテリアルが一番人気に支持され、前哨戦のやよい賞を勝ったサクラスター王が二番人気、ゴールドシチーは十一番人気と大きく評価を下げていた。競争四日前に戦痛を起こして降りた長チは、かんばしくなく、パドックでも常とは異なりおとなしい姿を見せた。レースでは直前に、 サクラスター王とマティリアルを見る形で、後方二番手を進むと、サクラスター王の動きに合わせて、進出、直線では一気に抜け出した同馬に及ばなかったものの、大外を追い込んで二番手争いを制し、マティリアルを頭さを抑えての二着となった。ホンダは、姉妹に見せてくれた足は、惚れ惚れするような、鋭い足だった。これで体調が万全だったら、 もっと際どい勝負になっていましたよと語った。二巻目の東京優秀日本ダービーを前に桜スター王が両前足に繋ぎ陣体炎を発症し戦線離脱。ゴールドシチーはサツキ賞から一転して生涯最高という体調に仕上がっており陣営はダービー制覇への期待を高めた。5月31日に迎えた日本ダービーにおいて ゴールドシチーは2番人気に支持された。1番人気は、サツキショウに続きマティリアルだったが、同馬は前走から馬体重が1 6ラム減少するなど調子を落としていた。その様子を見たホンダは、マティリアルを意識したレースをしなくてもいいだろう。強敵が一刀いなくなったと感じたという。スタートが切られると、ゴールドシチーは中断につけ、 第2コーナーから一時前方に進出する様子を、見せたが、交渉面の出口で気を抜く悪壁を出して減速し、後方を5番手まで位置を下げた。最後の直線では、後方から鋭く追い込んだものの、2着に6馬審査を、つけて勝利した、メリーナイスの後方で4着となった。マティリアルは18着であった。競争後、道中で位置を下げたゴールド七位の様子が、 マテリアルをマークしすぎたと受け取られ、ホンダの気乗が批判された。これに対しホンダは、レースが始まる前からマテリアルなんか意識してなかった。あの体を見れば、調子を落としているなって、機種なら、みんな感じていたと思う。そこを勘違いされたんじゃたまらないと反論しており、これからは絶対ゴールドシチーの馬主の馬には乗るもんか、とその時は決めたぐらい腹が立ったと実感している。 ダービーの後は夏を休養にあて、9月に神戸新聞杯で復帰。騎手はホンダから猿橋重都市に変わった。レースでは終始3番手を保ったものの勝った、マックスビューティと逃げたヒデリオを捉えれず3着に終わった。続く京都新聞杯、菊花賞トライアルでは、スタート直後に外へ車高して、ミリオンキャスパーを点灯させ、 勝ったレオテンザ山ンから二馬新半差で3位入選したものの失格処分となった。同時にサルバシには開催6日間の起場停止処分が下され、喫花賞で起場することができなくなった。喫花賞では新たな騎手として関西のトップジョッキーである河地洋を迎え、当日はメリーナイスに次ぐ2番人気に支持された。レースでは同中5から6番手の行位につけて、 最後の直線に向いたが、サツキ賞以来の出走だったサクラスター王が先に抜け出し、ゴールド7位はこれにハンバシンを呼ばず2着となった。12月には、ナルオ記念に出走。重賞で初めて一番人気に支持されたが、6着と、敗れる。この競争の勝利場は、クラシック三冠競争に出走しなかった、同期場玉もクロスであった。 翌1988年以降は7層し、ホンダが安城に戻った京都大賞店、1988年、大阪杯、1989年での3着が最高成績となり、1989年の宝塚記念で10着となったのを最後に競争生活から退いた。なお、共にクラシックを戦った馬のうち、ラスター王は1987年末の、 有馬記念で左前足を脱臼し、治療が試みられるも翌年春に安楽死処分。マティリアルは1989年秋に、慶応杯イオータム派手で,でスプリングステークス以来の勝利を挙げたが、入選後に骨折し、その治療の過程で死亡という末路をたどった。競争場引退後は、日本中央競馬会が所有する宮崎競馬場、後の JRA 宮崎育成牧場で乗馬となった。 競争馬として優れた実績を持つゴールド7位に、関係者は、障害飛び越し馬としての体制を期待したが、ゴールド7位は、宮崎で束と馴染むことができず、放牧場では、喧嘩を繰り返していた。そして約半年後の1990年5月1日、放牧場で右前足を浮かせた状態で立っている、ところを発見される。獣医師により応急処置が施されたが、 翌二日のレントゲン撮影の結果、右前腕骨骨折で予後不良と診断され、安楽死の措置が取られた。七歳没。骨折の瞬間を見た者はおらず、関係者は、束を挑発して逃げる際に転倒した、束に蹴られた、柵に衝突したなどと、様々な可能性を考えたが、結論を得ることはできなかったという。1989年12月より連載されている。 吉田美穂作の漫画、馬なり一波論劇場では、小花栗毛の活躍馬が出るたびにゴールドシチーが、金髪のヘビメタル野郎として、登場を続けている。吉田は、ゴールドシチーについて、競馬を見てきた中で一番綺麗だった馬は、と聞かれたら、反射的にゴール、ドシチーと答えるだろう。とにかくパッと見て、ドヒャーこりゃ綺麗だと思った馬といえば、これに限る。 競馬場に時々出現する、お花栗毛の馬を見ると、これが彼の子だったらなぁと思ってしまうのだ。成績よりその姿で人の心に残る、そんな馬だって言ってもいいはずだと語っている。日本中央競馬会の広報誌、優春2000年12月号で行われた、座談会、今も記憶に残る、個性ハスターたちというがでは、高間ヶ原、東昇春子と共に、お花栗毛の、 グッドルッキングホースとして挙げられた。父のバイスリーガルは1969年度のカナダ、年度代表馬。前王弟にデピューティミニスターの父バイスリージェントがおり、自身もカナダで3年連続リーディングサイヤーに輝いた。日本では1975年から強用されたが、本場以外に GI 競争の優勝馬は出せなかった。四大母は1955年の優秀品馬を、 生したヒロイチ、また、祖母、リンネスは、重傷として新設される前の、小倉山菜ステークスに勝利している。同馬のメス系からは、ジャパンカップダート、フェブラリーステークスなどに勝ったエスポアールシチーが出ている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。